昨日から降ってた雨が上がって、今日は涼しいね。一日久しぶりです、こんな涼しいのは。ただちょっとね、意外とやられてんだよね。いつの間にやらね、どっかどっかやられてたぞ。あ、梅もどきも結構やられてるね。梅もどきもかなりやられてます、こんな感じ。うん、というわけで今日はもう臨時なんですけど、消毒しとこうかと思って。最近買ったこいつをまたやっちゃおうと思います。今日は薄めがいいな。さて、これはね、200から400倍にするって書いてあるんだよね。これキャップが 7ml だから、まあ、400、薄めがいいから400倍にするとして、7、28、2800。うん。2.8L。まあちょっと薄い方がいいな。夏の消毒なんで思い切って薄めて、3リッターぐらいかな。3リッターぐらいまで薄めて消毒しようと思います。見えねえな。あ、3リッターだ。足らないかな。そうだ、薄めよう。3.5 リッター。このままでいい。はい。ちょっと薄めに薬を作りました。よし。まあ、簡単にですけど、ねえ、消毒しとこうと思います。もう夏であんまやれないと思うけどな。まあ、普通消毒って25度以下って言うけど、そんなこと言ってたら、消毒できねえから。あとバラもやられるから、バラもしっかり消毒するぞ、ね、ピラカンも、うん、これなんでこんなやられてんだよ。よし、こんな感じで全部消毒していきます。こういうさ、これ桜、梅とかね、バラ、バラちょっと結構葉っぱやられてんだよな。もうこれ日焼けですけどね、夏の終わり頃にバラっていつも何かに食べられちゃうんだけど、できればこまめに消毒しておきたいです。さあ、こんな感じでどんどんいくぞ。しっかりやっとこう。あ、そうだ、ピラカンも意外とやられるな。そうだ、あ、もうなくなるな。あ、もうなくなるよ。あ、ここもやられてるな。ねえ、ここもやられてるね。なんかしっかり食べる。あ、まだちょっとある。口なし、口なし。あ、もうない。あ、もうないです。しっかり口なりだけやっておきました。よし、今日はこれで終わろう。あとできれば病気のね、消毒も夏前にちょっと一回やっておきたいな。といっても、まあ、涼しい日があるかどうかだけど。さ、今日はこれで終わろうと思います。さ、そろそろ梅雨も終わりなんですけどね、ちょっとよく葉っぱ見てみましょうか。やっぱちょっとずつね、うん、病気になってるやついるんだよな。まあカビ系統の病気だと思うけど、あと焼けてるのもあるけどね、日差しで。あ、まあ今ネットで調べりゃね、病気って打ち込めばすぐにね、葉っぱの症状でね、似たようなの見つけれるからね。あ、これカビ生えてんな。
これもカビだな。うん、結構やられてるぞ。うん、食べられちゃったといえば、今年はよう食べられたな、メモ時が。こんなになっちゃって、何にやられたんでしょうか。コガネムシ、コガネムシは見てないけどな。あ、これ病気かな。うん、敵多いからね。バッタにカメムシ、ちょっとやっぱ消毒しといた方がいいね。まだ梅雨のうちなんで消毒しとこうかな。今日夕方ね、涼しくなった時間に。やっぱ30度超えるとあんまり消毒ってやりにくいんでね。この後梅雨の間になるべく消毒しておこうと思います。今日やっちゃおう。はい、で今回はこのサンヨールっていう液剤か、殺虫殺菌剤、ここ書いてあるな、読める汚ねえな殺虫殺菌剤ってことで、両方に効くっていうことでこれ使おうと思います。まあ夏前なんで、これも薄め、1000倍以上に薄めようかな。さて、うん、もうこれ蓋がぶっ壊れてるからな。今回ちょっと薄めにするんでね、これね、今半分、キャップの半分ぐらいだから、どうだろう、4ミリリッターぐらいか。4ミリだから、4ミリだから4リッター？ 4 リッターで1000倍か。もうちょい入れとこう。よし、5リッターだ。うん、泡立っちゃってなんかわかんねえ泡立っちゃってわかんねえ。取れるか泡。うん、なんかちょっとジュースみたいな色してんだよな、美味しそうな。飲んだらえらいこったろうけど。よいしょ。さて、ちょっともうちょい涼しくなるの待った方がいいかな。まだ28度、9度、そんなもんだろう。ちょっと待とうか。涼しくなるの待ってたら夕方になって暗くなってきた。雨降るかな。雨降ったら元も子もねえぞ。さっさと終わらせようと思います。これでいいかな。よし、いいようだ。さあ、いいかな。病気の種類がね、何かとかね、害虫がどれかというのは分かんないんですけど、まあ予防するのが一番なんでね、何事も。まあ盆栽屋さんでそんな詳しい人いないんじゃないかな、消毒に関してね、薬剤に関して。なぜかというと、予防してればね、病気にならないからさね。プロはちゃんと予防するようにしてると思うんだよな、ね、事前にね。さあ、こんな感じで全部打ってきましょう、うん、さあ、それにしてもなんだね、あっという間に茂っちゃって水もかけられない状態に戻ってますけど、あと結構徒長して太ってきちゃってる枝がいっぱいあるんじゃないかな。あー、こういうのね。あー、これもね、あ、ちょうどなくなりました。梅もどきたくさんかけといたろうか。はい、消毒から1時間後ぐらいかな、もうちょっと経ってるかな。ご飯食べてきましたけど、やっぱり雨降り出しましたね。ちょっと湿度高かったんでしょうがないよね。まあ夕立があるってことは梅雨がいよいよ終わるのかな。とりあえずまあ、梅雨のうちにもう一回消毒、念のためのにね、サンヨールで、薄いサンヨールで消毒だけ終わらせておきました。
いよいよ本格的に暑くなるんじゃないかな。梅雨明けは明日、明後日、そのぐらいだと思います。さあ、そんなことより松もやんなきゃいけないんだけど、雑木もこんな状態だからな、水かけらんねえぐらいまた茂っちゃいました。枝が走ってるのが気になる。切りたいよ。さあ、その作業やらないとね。今日は終わり。はい、ちょっとおまけですけど、水今汲んできました。ちょっと危険なスプラサイドをここに落としてね、薬剤作ろうと思います。スプラサイドを薄めます。これ薬局にハンコを持ってかないと売ってくれない、ちょっとやばいやつなので、ちょっと注意して。ちょっと待って、これ真剣だぞ。スポイトで取った方がいいぐらいの話だ。あ、ちょっと多いかな。まあいいや、かなり薄く入ったと思いますけど、欲しい人は薬局に行ってハンコを押して買ってきてくださいってやつ。よいしょ。はい、乳剤なんでね、乳剤だね、これかな。乳剤って書いてある。よし、できた。はい、あれからね、口なし結構食べられちゃったとこ、ここだな。だいぶ生えてきた。まだちょっと生え揃ってないけど、ちっちゃいのが生えてきました。ここのところね、しっかり消毒してるんで被害に遭ってません。で、このスプラサイド、いつも夏はねこんなことやってます。あとバラなんかにもいいな。はい、これおまけでした。